うおー、皆さんこんにちは、まわりですぜ。今回はポケモン剣盾 DLC 鎧のことの教え技によって強化を果たしたルナトーンの紹介をするぜ。うん、サムネでも分かる通りメテオビームという技を新規に習得したぜ。メテオビーム最初のターンに一旦溜めつつ特攻を上昇させ次のターンで攻撃をするという岩タイプの特殊技だな。岩タイプの特殊技、今までパワージムをもらっていたんだけど、それよりも威力がね、パワージム80に対してメテオビーム120なので、まあ、かなり威力上昇したということで、岩特殊アタッカーとしての資質が高まったんじゃないかなと思うぜ。持ち物は今回パワフルハーブを持たせて、まあ、ためのターンを省略できるようにそうしたぜ。努力値は、CS ブッパ、うん、で性格の補正は素早さに上昇をかけて攻撃に加工をかけている感じだな。ダイマックスレベルが中途半端なのは結構前にマックスレイドバトルで捕まえた個体をそのまま使っているからだぜ。特性は冬。技構成は最高キネシス、メテオビーム、ムーンフォース、ロックカット、うん、まあ、月のポケモンなのでムーンフォースが使える。でこのムーンフォースでドラゴンだとか、まあ、サザンドラみたいな、ね、フェアリー4倍のポケモンにはかなりいい打点になるんじゃないかなという感じだぜ。うん、ロックカットで素早さを上昇させることもできれば、まあ、メテオビームで特攻も上昇させて素早さも上昇っていう形に入れば一気に全抜きできるような感じができて、エースポケモンの素質があるなと感じたぜ。それではバトル行くぜ。うおーやるぜ、ルピアさん対戦よろしくお願いします。さあここはどうするかな。メテオビームがね結構相手に当たりそうなんだよな、ちゃんと。トリトドンから入るか。トリトドンから入ると相手のキューコンが辛いのか。キューコンはゴリランダーで倒すか。オーロラベール貼る前にぶっ倒しちゃおうぜ。でルナトーン、あと1体が、そうだな、ウィンディーがいいかもしれないな。アーマーガーが辛いんでこの3体でいくぜ。うおーやるぜ、ルピアさん対戦よろしくお願いします。髪型かっこよ、これローズ委員長のやつじゃん。アーマーガーから来た、やべ、色違いかっこいいので、ここはまずいな。ゴリラで殴っていきたいところなんだが、いかんせん技の通りが悪い。叩き落とすで相手の HP を削るか。持ち物を落としておきたいな。何がしてくるかわからん、得体が知れない。さあ行くぜ、しげみちゃん、叩き落とせ。ほら割といいダメージ入るだろう。入るね、オッケーオッケー。ハチマキ、歯は良かった。危ねえなー、こんな技持ってんのか。耐えろ、耐えないか。ゴリラ、まあまあしょうがない。しげみちゃんお疲れ。まずいぞ、相手のドリューズじゃなくてドサイドンか、を突破できなくなったかもしれないぜ。ルナトーンだな。お相手は、こだわりハチマキ、あやべえ、ハチマキ落とされてんな。なんだこれだったらハチマキ落とさない方が良かったかもしれん。ロックカットの起点にしてやるぜと思って繰り出したのに、それはまずい。やるか、メテオビーム。うわー、何より溜めた宇宙の力が溢れ出す。うわー、特攻上昇、そしてパワフルハーブで力がみなぎり、メテオビーム。うわー、くらえ、アーマーが撃破、オッケー、かっこよすぎる。今一番光ってるぞルナトーン。過去のランクバトル史上、過去のそのあのポケモン対戦史上、今一番ルナトーン輝いております。キューコン、キューコンな、敵じゃないぜ。ん、あられを降らさってしまったか。いや問題ないな、ここであられ降らされるのは何も問題ない。ダイマックスして大ロック、これに限るぜ。おそらくも何も先手で相手は
オーロラベールを張ってくるが、おお、ルナトーンダイマックス、上限の月でけえ。え、でかくないかこいつ。さあ、もちろんオーロラベルだよね。まあそれはしょうがないとして、 C1 段階上昇第6個くらい、なんならタスキまで持っていってほしい。ほらー、いけるんじゃないかな。ほらー、オッケー、いった、素晴らしいぞ。タスキで耐えるも天候は砂嵐、キューコン撃破、さあめちゃくちゃ大味なバトルでやってるぞこれ。ルナトーンでこのまま倒せられたらいいんだけど、お、来た、パッチラー、お前か。うーん、なるほどね、これはこの技が刺さるくらい。あ、打っていいかな、大フェアリー打つとどうなる。あー、まあまあ大丈夫じゃない。大フェアリーでくらい、ルナトーンの大フェアリー。あれ、相手遅いな、パッチラゴン。ほらー、あ、撃破ならず、撃破ならず。もう相手おそらく電撃くちばし選んでるんじゃないか。上取れると思って電撃くちばしにしただろう、やはりな。甘いぜ、ははは、当たらない。おいおい、勝ったぜ、ルナトーンで、ルナトーンで3ターで決めてしまったぜ。うおー、パッチラゴン撃破、素晴らしい。ルピアさん対戦ありがとうございました。やれるじゃんこいつ。うおー、やるぜ。ユレードさん対戦よろしくお願いします。これルナトーン刺さってるな。ミミとサニーゴ以外はルナトーンでロックカット詰めば結構戦える気がするぜ。あー、カビゴンちょっと辛いか。先発ゴリランダーにすると相手のサニーゴ結構辛いな。え、サニーゴ結構辛いな、どうする。うーん、ゴリラで叩くか、サニーゴと戦うことになったら。そうだな、ゴリラで叩いてルナトーンと、あとカビゴンが辛いな。カビゴン辛いぜ。マンムー出していくのがいいか。先発ゴリランダーで相手がトゲキスだった時に引き先が必要なんだよな。あ、だったら先発ゴリランダーちょっとリスク高いか。マンムーにしておくか、先発一番戦えそうだよ。で、マンムー、うん、ヒートロトム、マンム、いや、そうなんだよね、3人を倒すんだったらゴリランダー必要なんだぜ。なのでゴリランダーかな、やっぱこの3体でいくぜ。相手の先発は多分3人だと思うんだよな。マンムから入ったらダメだったかな。さあ、ユレードさん対戦よろしくお願いします。やるぜ。うおー、オノノクス、オッケー、出しがち。これはいいぞ。ん？先発ルナトーンにしたか、俺。まあ、そんな気はしていなかったんだけど、まあまあ、しょうがねえな。ここは、型破り自身食らっちゃうんだよな。ゴリラに引きたいな、そしたら。先発ミスったな。マンムーのつもりだったぜ。ムーンフォース決めていきたいが、多分落とせないよな、ムーンフォースじゃ。大フェアリーでも落とせないんじゃないかな。ここは一旦引くか。舐めて相手が竜の舞とかしてくるんだったらゴリランダー出して、ゴリランダーで削りつつマンムーのつぶてで削る、これだな。地震だったら問題ない。さあ、ゴリラフィールド展開いくぜ、しげみちゃん。ドラゴンクロー半端な技打ってきたな。いやー、どうだろう、半分入っちゃうか、辛いな。まあまあ、ゴリラフィールドの恩恵により体力を回復、
ここどうする？畑落とすがいいか。ちょっと弱いかな、畑落とす。いや、叩いていいか。はぁ、やべえ、いい技持ってる。まずいぞ。オリランダ、茂みちゃんが突破されてしまったぜ。これはまずいな。これの手合い自信ないだろ。わかった。ルナトーン出すか、そしたら。仕方ねえ。積むぜ。ロックカット。殴ってきてもいいぞ。ドラゴンクロー。まあ、ここ上取られる、しょうがない。痛えな。結構効きますね。うおー、ロックカット。さあ、素早さ上昇。そして、ダイマックス。ここはダイフェアリーで、一気に落としに行くぜ。うおー。月の力、ルナトーンダイマックス。おお、このダイマックスするときにちょっと傾くのがかっこいいよね。自分が月であることをさ、相手に知らしめる。いやー、でかいな、こいつ。ダイマックスするとダイフェアリーくらえ。おらー、おののく突破しろ。タスキー、終わった、このゲーム。まずいですね。ただ、ミストフィールド展開したことにより、ドラゴンタイプの攻撃能力は下がるが、ドラゴンクロー、これは浮遊なので、ルナトーン、特性浮遊なので、これ半減できてない？実は。ダメージ抑えられた疑惑あるぞ、これ。ダイロック。フィールドを変えることが大事だ。あれ、ミストフィールドって浮いてなくても効果適用されるんだっけ？いや、そんなことないよな。じゃあ普通に耐えたのか。ダメージの量的に半減になってるような気がしたが、気のせいだったぜ。さあ、天候は砂。もう相手でもタスキ持ちとかいないから、このままルナトーンで殴っていけるんだったらそれがいいかもな。さあ、威力140の弱技を食らえ。突撃っす、結構辛いんじゃねえか。くらえ、ダイロック。やっぱルナトーンの素早さがそこそこあるから、それなりに戦えるポケモンだよな。ここで、ダイマックス。ダイロックで、そのまま突撃する。どこまで削れるかな。半分いったり、ほうだけど。ダイボール、ほう。なるほどね。ダイボールは、悪手なんじゃねえか、実は。ここでルナトーンのダイマックスが終了するが、お前は一つ思い違いをしている。ダイロックよりもメテオビームの方が威力が出るんだぜ。特攻が上昇するからな。さあ、打たせてもらう。くらえ。うおー、メテオビーム、パワーをメテオに。いいです、もう宇宙の力が溢れ出す。そして力みなぎり。くらえ、メテオビーム。おらー、突撃数2ダメージ。オッケー、これ、つぶて圏内入ったでしょ。すごいぞ、ルナトーン。お疲れ。ナイス仕事。さあ、砂のダメージ。これは、マンムで落とせるだろうな。行けマンム。氷のつぶて。おらー、突撃すげきゃ。よし、さあ相手ラスト1体。これは相手次第では全然勝てるぜ。カビゴンとかやるとつらいか。さあ、砂嵐はまだまだ続く。サニーゴ、やばい。それはちょっと相性よろしくないな。いや、勝てるか。勝てないんじゃないか。地震ガンガン急所に当てていけば勝てるか。いやー、厳しいぞこれは。まさかのサニーゴ、これはつらいな。効かねえ。地下水。さあ、一生力吸い取られるぞこれ。
マムが攻撃を九州に当てればワンチャンあるような気もするが、さすがにそれにかけるのはちょっとな。でもこっち地震打つしか打つ技ないからな。暗い効かない。散るんで、うわー、終わったな、負けたな。降参ですね。いやー、ダメだ、マンムーではサニンゴに勝てない。ここは降参するしかないぜ。はい、対戦ありがとうございました。うー、やられた。ユレードさん、対戦ありがとうございました。してやられましたな、強かったぜ。いや、だルナトーンめちゃくちゃ活躍したんでね、これはありじゃねえか。普通に戦えるポケモンだったな、やはりいいポケモンだと思いますぜ。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。